そこを早弁はほどほどにするにゃー。猫ホーム収集家の猫先生でにゃーる。よろしくにゃー。では早速一つ目のニュースにゃー。2019年2月18日から劇場版「Wait Stay Night Heaven's Feel にゃんこ大戦争」コラボが復刻するにゃー。超激レア盛りの内容をみんなにお届けするのでにゃーる。まずはコラボガチャの情報についてにゃ。今回のコラボガチャは限定キャラクターがなんと14体も登場するにゃ。キャラ一体一体が強力で個性豊かな能力を兼ね備えているにゃ。例えばセイバーは浮いている敵に超ダメージで、遠坂凛はたまにエイリアンとゾンビを吹っ飛ばして、イリアスフィールはたまに赤い敵とメタルな敵の動きを即して、アーチャーは波動によるダメージを無効にして、ランサーは必ずバリアを貫いて、ランサーは さすがに多すぎるので、今回は猫先生がおすすめキャラをピックアップして紹介するにゃ。はじめに紹介するキャラはセイバーにゃ。大きな剣で敵を投げ払い、浮いている敵に超ダメージを与える攻撃的なキャラにゃ。遠方範囲攻撃の能力を生かして、遠くの敵をまとめて攻撃できるにゃ。そして驚異の移動速度で生産してからすぐに前線に駆けつけるにゃ。さらにセイバーは第3形態進化でさらにパワーアップするのでにゃーる。一つ猫先生からのアドバイスにゃ。遠方範囲攻撃は敵との距離が近すぎると攻撃が当たらないにゃ。セイバーの懐を守りながら戦うことをおすすめするにゃ。次にアーチャーを紹介するにゃ。セイバーと同じく遠方範囲攻撃の能力を持つキャラクターにゃ。コラボキャラの中で生産コストが一番高い代わりに、セイバーよりも遠くの敵をまとめて攻撃できるにゃ。さらに波動によるダメージを無効にする貴重な能力を持っているにゃ。ちなみにこのアーチャーとは別に同じコラボガチャからアーチャー猫と猫アーチャーも登場するにゃ。にゃんこ大戦争史上最もややこしいので期末テストに出すつもりにゃ。そして待望の新キャラ、超激レア麻藤さくらが登場でにゃーる。フライパン片手に敵をパコンと人叩きにゃ。黒い敵とエイリアンとゾンビに打たれ強く波動ダメージを無効にするにゃ。さらにゾンビの蘇生を阻止するゾンビキラー能力も備わっているにゃ。驚異の耐久力と波動ダメージ無効で前線をキープしてくれるにゃ。すべてのキャラを丸暗記できたら猫先生の肉球を触らせてあげるにゃ。そしてコラボ限定曜日ゲリラステージが登場するにゃ。日替わりで襲来する強敵サーバントたちとの戦いに挑むにゃ。土曜日と日曜日はすべてのゲリラステージが遊べるにゃ。ここで速報にゃ。このゲリラステージに新しいサーバントが襲来するみたいにゃ。その目で確かめてほしいにゃ。クリアすると猫セイバーが第3形態進化できるようになるにゃ。限定キャラチビシロウが手に入るコラボステージも登場するにゃ。今回のコラボでは新たなる試練として猫道場でランキングの間が開催されるにゃ。参加するだけで猫缶50個がもらえるにゃ。イベント終了後の最終順位で報酬も変わるにゃ。猫道場はタイトル画面のゲームスタートボタンを押して一番右端にあるにゃ。ここをタップして挑戦にゃ。コラボ期間後に報酬は受信ボックスから受け取れるにゃ。受け取り方法が少し特殊なので次回のにゃんこ TV でも紹介するのでにゃーる。さらにコラボを記念してログインスタンプキャンペーンが同時開催するにゃ。コラボ期間中に5日間ログインで猫セイバー、10日間ログインで猫シローが入手できるにゃ。劇場版「フェイト・ステイ・ナイト・ヘブンズ・フィール」を猫先生も公開初日に見に行ったにゃ。大迫力の映像で心臓からこみ上げる熱い何かを感じたにゃ。いやー、映画って本当に素晴らしいにゃ。映画の上映中はスマホの光は見ている人の迷惑になるにゃ。見終わってからにゃんこ大戦争を開くようにするのでにゃーる。に全く必要のない知識でもつい友達に教えたくなってしまうようなにゃんこ雑学トリミニャ。知っているようで知らないかもしれないにゃんこ大戦争の雑学や攻略のヒントをどしどし発信していくにゃ。今回投稿してくれたのはクリスさん。天使の敵は浮いていても浮いている敵扱いにはならない。にゃんこ大戦争では色や姿が変わって属性を持っている敵が出現するにゃ。その中でも天使属性は頭に黄色い輪っかがついていて白色の敵にゃ。この天使属性の敵は浮いている敵に対する超ダメージや動きを止めるなどの能力を無効化するにゃ。そのためフェイト復刻コラボのセイバーも天使属性の浮いている敵には超ダメージの効果を発揮することができないから要注意にゃ。今回のトリビニャは超激兵。投稿してくれたクリスさん、どうもありがとうにゃ。猫先生の宝具エクスカリニャーのご加護がありますようににゃ。ちなみにこのことに気づいた実業家の敵キャラがいるみたいにゃ。気になる人は図鑑を調べてみるにゃ。もしかしたらすでに出会っているかもしれないにゃ。にゃんこ TV では皆様からのお手上げやコメントを募集しているにゃ。トリビニャやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃ。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃ。猫先生が工具を磨きながら待っているにゃ。来たる2月22日は1年に1度しかない猫の日にゃ。にゃんこ TV ではにゃんにゃんにゃんの日スペシャル特番を特に予定していないにゃ。また2週間後くらいに会えるにゃ。次回もお楽しみにゃ。チャンネルを登録してにゃ。ボヘミアン。